実はある企業の経営者の方からうちの会社から献金できないのというふうに言っていただいたんですけれども、企業や団体の献金は私ども一切受けることができません。まあそういういろんなハンディがあってですね、お金もないし組織もないし、もうそれでね、小選挙区にチャレンジするなんてバカじゃないかと随分言われたんですよ。だけど皆さん見てください、今日一日私も凱旋回ってきましたけれども、20分でこんなに仲間が集まってくれる陣営は他にないですよ。もうこれが私たちの誇りでございます。本当にありがとうございます。そしてですね、今日皆さんにもう一つ、いいことをお伝えしなければいけません。もうネット上ではね有名なんですけれども、池おじとして有名な児玉さん、それから児玉さんの弟さんもいらっしゃるんですけどね、こうした江東区の地元でもうずっと生まれ育って企業を経営して頑張ってこられた方、あるいは富岡八幡宮の崇敬会の会長の菅沢運一さん、まあ、こういった地元の重鎮がですね、よし分かったと、あんたたち応援しようというふうに言ってくれて、こうして連日私たちに付き添って来てくださってるんですね。これ皆さんね本当にすごいことだと思いますよ。だってね、私たち応援したって一瞬のことにもならないですから、損するわけだ、損することあっても得することなんか全くないんですよね。ですから普通はね、企業の経営なさってる方が我々を応援するなんてことは本来ないことなんです。でもこのままじゃ江東区もいけない、日本もいけない、だから応援するよというふうに言って私たちを応援してくださってる、まあ、こういうことがですね、私たち何にもない、金も組織もない日本保守党の財産でございます。本当にありがたく思っております。まあ、そういう中でですね、飯山あかりっていう人ですけれども、まあ、この人はですね、まあ、見た通り非常に華奢な女性でございます。だけどものすごい頑張り屋さんで、そしてものすごいやっぱり頭がいい、もうびっくりするぐらい。実はさっきもですね、まあ、彼女も疲れてるんですけれども、今夜この後ですね、候補者のこう、まあ、討論会というんですか、そういうものがあるということで、その打ち合わせをしておりました。まあ、いろんな項目について少しずつ話をしなきゃいけないということで、必ずしも飯山さんの専門分野ではない項目もあるわけですけど、うちはねそういうことについて一言言える人はいくらでもいるわけですよ。平井浩二さんもいらっしゃるしね、梅原さんもいらっしゃるしね、私もいろんなことを言うしね、それから今日も群馬から応援に来てくださっている伊藤純子、池崎市議、まあ、こういうね地方議員もいらっしゃってですね、いろんな人が、飯山さんそれはねこうだよこうだよって、代表は寝てたじゃないさっき打ち合わせのと、代表だけね横ですやすやとお休みになってました。でね、いろんなこと言うでしょ、普通の人だったら混乱して頭爆発しちゃうんですよ。でも彼女はね涼しい顔でこうやってパソコンでねみんなの言ってることをメモしながら全部ちゃんと頭に入れてましたね。これはやっぱりすごいですよ本当に。まあそういう人ですからね、はっきり言いますけれども、こんなこと言っちゃ悪いけど、もうみんなポスターに顔が並んでますね。だけど飯山あかり一択でしょ今回は。もう江東区の皆さん、ここにどれだけいらっしゃるか分かりませんけど、もう28日の投票日、飯山あかりしかないと思いますよ本当に。私はね、もし私がここの一有権者に過ぎなかったとしても、今回は飯山さん一択だなというふうに思ったと思います。まあ、それぐらいですね、飯山あかりが永田町に行くってことは大変重要なことなんです。この東京15区どうして補欠選挙になったかといえば、自民党の代議士が2代続けてお金の問題で逮捕起訴されて有罪になったからなんですね。そういった政治風土を一掃してクリーンな政治をここから始め直さなければいけない。そしてこれは中国だけの問題じゃなくてですね、もう日本の政界はほとんど腐ってるんですよ。これをね蹴っ飛ばして一掃してきれいにするというためには、飯山あかりのように今まで全く政治の世界と縁がない、しかし高い見識と学識と
幅広い経験と、そしてたった一人でも戦ってものを言っていける、そういう強い意志、正義感、根性、こういうもののある人間が一人行くだけで、あの世界は変わっていくんだろうというふうに思います。私たちが目指していることは、日本を豊かに強くすることです。隣の国を豊かに強くすることでは決してありません。そのためにですね、まあじゃああなたたち選挙一つ戦うのも大変な政治団体がね、一体何ができるんだと、まあみんなきっと言うでしょう。しかしですね、最初はみんな一人から始めるんですよ。それでね、ここで私たち言いたいことは、実は日本をもっと豊かに強くするためにまずやるべきことは、そんな難しいことじゃないんです。今日本政府や東京都がやっている日本を貧しく弱くしている政策、東京都民を非常に貧しく弱くしている政策、こういうものをまずやめればいいだけのことなんですよ。とても簡単なことなんです。だけどそういうことをですね、言う人間が700人も国会議員がいたって誰一人いないじゃありませんか。それを飯山あかりに思う存分言ってもらおうということが今回の選挙なんです。日本を豊かに強くするために必要なこと、不要なこと、それを誰にでも分かる言葉でズバッと言ってのけられる人間が700人いたっていないんだったら、本当は半分ぐらい一気に交代してほしいけど、まあ、そういうわけにもいかないので、最初の一人として最も強力な人を私たちは送り込みたいと、こういうことなんですね。もし飯山あかりがですね、28日に当選したら、本当に日本の政治は変わると私も断言いたします。先ほどですね、キャッチャー代表は思わずこれで日本が変わるんだというふうに言いましたけど、誤解がないようにご説明しますが、私たちは他の党派が言っているように軽々しく日本を変えますというふうには言いたくありません。私たちの国日本は2000年の歴史を持つ、本当に古くて、そして一方新しくて豊かで強い国です。この国を簡単に変えたくないから、この国をもっと今まで以上に豊かに強くしたいから、守っていきたいから、日本の政治を変えなければいけないということを私たちは言いたい。そのためには永田町に行く人間が腐っていてはいけないんです。飯山あかりのようにクリーンで正義感があって、先ほども言いましたけれども明晰にズバッとものが言える人と、まあみんなが言ってるから仕方がないんじゃないかとか、ちょっと黙ってた方が偉くなれるんじゃないかとか、そういうことを考えない、日本のために必要なこと、日本のために不要なこと、こういうことを言える人間、こういう人間しか私たちは送り込みたくないんです。それに最もふさわしい人間が飯山あかりです。そしてそろそろ皆さん本人の声を聞かせろと思ってるかもしれませんので、最後に一つだけ申し上げます。ここ豊洲というところは私にとって非常に思い入れの強いところです。なぜならば、この豊洲というところは7年前に東京都知事の小池百合子さんによって、まあなんかとんでもない毒が埋まっているところだというように貶められたからです。その小池知事が今ノーノーとこの衆議院の補選の立候補している方の応援だと言って豊洲にやってきてる、あんた一体どんな顔してここに来れるんですかと私は言いたいぐらいなんですね。はっきり申し上げて、豊洲は7年前も今も素晴らしいところですよ。それなのに東京都知事になったばっかりの人がまるで東京都の一部の豊洲をですね、何か土壌に恐ろしいものが埋まっているところであるかのようにマスメディアと一緒に貶めました。私はそれが許せなかったから、小池劇場が日本を滅ぼすという本を当時書きました。まあこういうこの本の中でですね、いかに小池さんが東京都に対してやったことがひどいことだったかということを書いたわけですけど、でも未だに気がついていない東京都民がかなりいるわけなんですね。こういうことも今後は正していきたい。そうでないと東京が
日本を悪くする元凶になってしまうからなんです。これからですね、まあ、飯山さんにいろいろ話をしていただきますので、あんまり東京の問題だけを言いたくはありませんけれども、でもですよ、東京都はかつて石原慎太郎さんが都知事だった時に3000億もの貯金ができた。これだけ貯金ができたから東京オリンピックを誘致しようかという話になったわけなんです。ところがですね、それだんだん食い潰されてるんですよ、小池都政で。まあ、こういうことについてはまた詳しくお話ししますけれどもね、東京都民もみんな日常の生活に忙しくてあんまりそういうことを知らない。だけどこれは非常に恐ろしい問題です。ですから今後ですね、また豊洲に私もたびたび来て、選挙戦の間も東京の問題、これは東京もこのままじゃダメなんだ、そして首都である東京が日本の地方をまるで食い物にするような、そういう政治ばっかりやっていてはいけないということも皆さんにこれから具体的に申し上げていこうと思います。まあ、しかしですね、だんだんちょっと風も寒くなってまいりましたので、そろそろ飯山あかりにマイクを渡したいと思います。今朝の富岡八幡宮での第一声も本当に素晴らしかったし、飯山さんは今日告示日を迎えて、またさらに人が変わったように、本当にすごい演説をするようになりました。皆さんぜひ聞いてください。本当に飯山あかりの魂からの訴えだと思います。よろしくお願いします。